以上が今回の番組内容でした。それでは次回3月16日月曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介する新コーナー、僕の私の学校自慢放課後編。初回は私立聖光中学校のソフトボール部と男子バレーボール部を紹介します。市内で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど地域の情報を発信するコーナー、笑顔満点地域の力。次回は別世界への橋渡し、絵本の会虹をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは、1月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が8件ありました。うち住宅火災は4件ありました。救急出動は1328件、交通事故は820件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。津市モーターボート競争場に巨大な鉄道おもちゃレールの街が出現します。3月21日土曜日祝日と22日日曜日の2日間午前9時50分から午後4時まで鉄道おもちゃ大運転会を開催します。レールの上で自分のおもちゃを走らせることもできます。なお津市モーターボート競争場への入場料100円が必要となります。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、2月22日に放送しました津市の演劇文化をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。このふるさとみんなの優しさがする。